はい、黄金体験グルメ、14回目らしいです。本日は、中津唐揚げ昆布戸屋、その藤沢店にお邪魔しております。私、ゴーエンズのギタリストの神田です。本日はあのミッチー、ハマーフィーバーのミッチーと一緒に食レポをするということだったんですけど、彼は、電報で不在でございます。それでは僕だけで美味しくいただきましょう。よろしくお願いします。セセリランチで、もも2個増量してもらっていいですか？で、ご飯って大盛りで350ぐらい。350もっといけますよね。もっといけます。ご飯いっぱい持ってきて、てんこ盛りで。で、ゴールドエナジーを、はい、一応この黄金体験グルメでそのエナジーが来たらその黄金の体験をって言ってこうドンっていうのがあるので、ちょっとそれをやっていただきたいです。はい、中津唐揚げ豊後屋湘南藤沢店黄金の体験を。ありがとうございます。神田さんはすごいエナジーをよく飲まれますか？エナジーよく飲んでます。どんぐらいの頻度で飲むんですか？でも週に3本ぐらいは飲んでる気がする。あ、そうなんです。こっちもやっぱそのそろそろ絶対あのケースで買った方がいいんだよな。本当に11月9日のエナジーフェスに向けて意気込みとかってあります？意気込みか。数少ない3年連続出演アーティストなんだ。確かに制作して出演してたから、むしろ意気込みとかじゃない気がするんだよな。頑張る。ビットとしてのまず意気込みはどうですか？ビットとしての意気込みは頑張る。あとこのプルタブに負けないようにしないとね。爪を一日何百爪を爪が本当に割れるんで、そうだね。そういうところを頑張ります。カクテルバトル発祥の地が湘南ビットですからね。2021年11月の湘南爆音祭で、そうだで、2022年、去年の、あ、一昨年か。でももうカクテルバトル自体は3年の歴史があるプロジェクトなんですよね。お、やってきました。セセリランチもも追加です。セセリランチもも追加。俺かな。あ、そうです。そんな追加するようなのかな、そんなやつ。あ、すごい、ご飯が大中小ちょうど。ありがとうございます。これが6種ですね。はい、じゃあ両方6種。ありがとうございます。マヨももらえます。マヨ、はい。いい笑顔ですわ。最近あの漏れるポーズを発見したから。唐揚げはよく食べるんですか？唐揚げはめっちゃ食べますね。めっちゃ唐揚げ好きそうな空気がありますね。じゃあ、いただきます。普段せせりってあんま食べないですよね。まあ、唐揚げって言ったら胸かももですね。高、特徴はやっぱ唐揚げいろんな種類。もも、胸、せせり、砂肝とかあるんでしょ。うまいっすよね。どうですか、文豪屋さんの唐揚げは。美味しいかも、これ。柚子胡椒がついてるの、すごくこれ合うんですよ。柚子胡椒いいっすよね。なかなかせせりの唐揚げってないから、いいかもしれないですね。ビット周りにも飲食店って多いじゃないですか。なんかもうエナジーとか関係なしに今ビット周りで気に入ってるご飯屋さんはあるんですか？俺はあのビットの裏にあるラジュクっていうラーメン屋のがめちゃめちゃ好き。ラジュクっていう、ラジュク、あのラーメン界のどんなの佐野みのるさんの最後の弟子がやってる。そうなの、ビット村にあるある。へぇ、もうめちゃめちゃこだわりのラーメンで、これ世界で一番美味しいと思います。ちなみに11月9日のエナジーフェスはカクテルバトルが売りじゃないですか。はい、今年ゴーエンズはどんなカクテル？なんか全く決まってないですよ。あ、去年が何でしたっけ？毎年変えてるんでしたっけ？一応去年は冷やし飴のやつだと思います。じゃあうまかったやつです。あれは俺が頑張りました。あれうまいっす、はい。
順位的には何位ぐらいを狙って勝ってるバトル。いやどうしたって1位取れたいですけどね、うん、やっぱり強いじゃないですか、うん、女性バンドになっちゃう、うん、キャスパーもこの間ラジオ出てもらったんですけど、その後に勝ってる会話続いていって、なんかツイートすごいいいカクテルができたって、あー出ましたね、広いアコーが20杯ドルまでってツイートしてました。まあ確かに、でまたその使用量は毎年もうだって1位2位のポジションありますからね、うん、じゃあ座頭白いアコーまでいきますか、うん、せめて。カセリうまいっすよね、これにポン酢かけて食べるのも絶対うまいだろうなって思うし、なんかこの甘辛手羽先もありますし、味にいろんな種類があるんですよね。まあポッピーとも合うだろうな。今度夜来ましょう。ちょっと規格外の多分唐揚げ食べますよ。ごちそうさまです。どうでしたか？いやもう最高に美味しかったですね。特にやっぱそのせせりの唐揚げもだし、あの柚子胡椒がついてるのがめちゃめちゃ美味しかったですね。2024年、11月9日土曜日、ゴールドエクスペリエンスフェス2024ゴールデンビットで開催します。はい、今日は不在の、リッチがいる、ハバーハイフィーバーをいますし、私、ゴーアイズというバンドでギターを弾かせていただきます。食べるようなら誰にも負けません。今日はオファーありがとうございます。あとはね、カウンターでドリンクもやってますので、ね、はい、おそらくあのドリンクも作ってますので、はい、ぜひこちら遊びに来てください。よろしくお願いします。